はい、こんにちは、レオンチャンネルです。いや、買った、今回も買いましたね。なんか細かいものをたくさん買ったんで、もうまさに大量買いって感じなんですけど、まずはね、これですね。 SH フィギュアーズの恐竜レッドです。恐竜ジャーの本格的なアクションフィギュアがなかったので、これは嬉しいですね。パッケージもいつものフィギュアーズより手が込んでますよね。3675円が2940円でした。それと新しい充電池です。充電池でカーニバルセット、ビクトリー充電池とマキシマム充電池がセットになってます。音声が相当面白いみたいですね。これが680円。それとサウンド戦士仮面ライダーガイム、ソフビと同じ価格だったんですけど、稼働もして音も鳴るらしいんですね。価格も安かったので気になって買ってきました。それと仮面ライダーガイム水鉄砲薬用入浴剤です。このガイムとかバロンの形をした水鉄砲と入浴剤が入ってるらしいです。それとガシャポンのなりきり仮面ライダーガイムと、今ハマってるソフビヒーローの2号ライダー系も買ってきました。さらにこれですよ、ブレイブズ感、このマークですね。マクドナルドのハッピーセットのおもちゃももらってきました。ディノチェイサーとガブチラですね。そしてウルトラマン系からはこちらですね。バトルアタッシュウルトラの星バージョン、2625円が2100円。僕がいつも使ってるバトルアタッシュの新バージョンですね。中のカラーリングが特別なものになってます。それと新しいソフビヒーロー500ですね。新シリーズからはこの4体を買ってきました。いや、ナイスさんがね出るのを待ってたんで相当嬉しいですよ。父の胸筋は500シリーズでもすごいことになってます。買い逃してたガッツ星人とゾフィーも買いました。それとソフビを買った時に壮絶をまた買ってきました。前回はねハイパーゼットンだったんで、今回はどれかのウルトラマンが欲しかったんで、とりあえず2つ購入しました。あとこれも忘れてましたね、仮面ライダーキッズガイムの指人形です。でラインナップはこんな感じで、ザンゲツとかバロンも入ってますね。あとソーサラーとかもラインナップされてます。インフィニティとビーストハイパー以外の5種類を買ってきました。今週は大きなデラックス玩具は発売しなかったんですけど、細かいものをいろいろ買いましたね。とりあえずはこの恐竜ジャー関連とかガイム関連から順次レビュー動画をアップしますので、楽しみにしててください。以上、レオンチャンネルの本日の大量買い動画でした。そういえばこれも買ってましたね。